サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望である。しかし、神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ること。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたご飯たちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。相談ってなんだろう。とにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ新たな希望、遥かなるナメック星へ。もしかしてもう宇宙船ができたのかな。相談だなんて僕に手伝えることなんかあるのかな。さん、ほら、今度ナメック星に行くじゃない。そのための宇宙船を改装してるんだけど、部品が不足してるのよね。はあ、ソン君も入院してて動けないし、だから部品の素材。なるほど、わかりました。オッケー、じゃあ頼みたいのは、それじゃよろしくね。出会ってるよね。これで大丈夫だよね。ブルマさんに届けに行こう。
さんの家はどこかな。やっぱり大きいな、ブルマさんの家。あら、早く。これでよかったですか。うん、もんだ。ありがとね。宇宙船ババッと仕上げてみせるから。はい、よろしく。さあ、宇宙船の方は。ごはんくん、出発の準備ができたら教えてね。出発したらしばらく地球に帰れないから準備はしっかりしておくのよ。は、はい。出発の準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあ私は。ごはんくんは先にクリリンくんと合流しててね。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよごはん、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さん。なるほどね、大変だなお前も。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カムセニーさん、行って。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地、ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ、あれは俺のものだ。